僕自身が排出したいと思います。あ、スー、スリーこれ今気に入っててやってます。はい、皆さん、ソータチャンネルへようこそ。ってことで、今日は北海道グランプリ準決勝チャチャチャ、この動画を僕自身が排出したいと思います。いつも藤井聡太が自分の踊りをどういう風に見てるのかっていうのを気になったりすると思うので、自分で解説していきたいと思います。ってことで、早速動画の方に行きましょう。じゃあちょっと見ていきましょうか。はい、まあ、これちょっと入場なんで、踊り始めたらちゃんと解説します。はい、はい、まずここっすね。一番最初の、自分の入り方なんですけど、女性を先にエスコートして、そこから踊り始めスタートするんですけど、これは、まあ、完璧ですね、うん、完璧だと思います。でこっからスタートしたこの1歩目なんですけど、この動画の自分の入るとこう入ってきて、2、3、チャチャ、1ってこう、この左足を上げてるんですね。ってことは、まあ、床から単純に離れてるわけですから、悪い点で言うと足が軽く見えるっていうのが あんまり良くないかな。踊りが軽く見えちゃって、重く見せたかったり、ちょっと重効果を見せたい時は2、3、チャチャ、1、ここからちゃんとここのプッシュを使って1歩目を出す、まあ、イコール床からこう離さないってことですね。足なるべく重く使う方を選択したいなって思いますね。 OK、 じゃあちょっとこの続きいきましょうか。はい、ここら辺です。僕はこの試合で一番の問題点だなって思ったのが、格好つけすぎて首が前に入るっていうのがものすごく自分の中で反省点だなって思ったんですけど、それがどういうことかっていうと、見てるお客さんってこう正面にいると思うんですけど、その正面にいるお客さんとか、まあ、パートナーに対してこう何かこうアピールをすると、まあ、自然と首ってこう前に入ってきたりとか、体が前傾姿勢になってきたりとかすると思うんですけど、それがモードに出すぎてるのがこのチャチャですね。格好つけバージョン、やりすぎバージョン、これです。この首がもうガクッとなっちゃってる状態じゃなくて、しっかりこう骨盤だけこう出して、顔はキープして、でそこから次の動き。正解はないと思うんですけど、今の自分が思うにはちょっと首前ですぎだなって感じですね。いきます。はい、 OK、 切り替えてここまでしましょう。今出しました。チャチャワン、ツー、ここで女性をしっかりリードして、ツー、スリー、こう足をこう上げて上げて、こう女性をリードしてるんですね。ここもチェックが終わったら床から離さないでロックステップ入る、で女性をこうしっかりリードして、次のステップに入って、でこの次また同じようにチェックが入ってきて、で次またこういくわけですね。ここをまたしっかり床から離さないで女性をリードしていく。もちろん僕よりも体格が大きい人だったりとか、体がいい人ってたくさんいるので、そういう人に見せ方でこうちょっと
っと重く見せたいなって時にアドバイスをいただいたので、ちょっと今そこを意識してます。じゃあ続きいきましょうか。こういう波打つ動きとか揺れ感はものすごく OK です。いい感じで決めた。ここっすね。癖で頭がこうゴンって沈んじゃうんですよね。ここも2 3 4 1、これね、キープします。首のあたりキープして女性を出して次のステップ。続きいきますね。あまり悪くはないけど、ズボンが悪いかなって感じですね。自分の足よりも他の人の足の方が綺麗に見えるっていうあるある、これ多分ね、競技選手ならだいぶ共感してもらえると思うんですけど、僕がもうそれものすごくあって、まあその理由の一つにこのズボンのたるみっていうのもあると思うんですけど、チャチャチャって速い運動をするんですね。速い運動をするから曲がるとこと伸ばすところをはっきり見せないと終始曲がってるように見えちゃう。ロックする2 3こっからシャー、この本当にこの1歩目ですが、もう2 3シャーのこの速度がすぐにこう床に対してこの膝がクッて伸びる、このここが一瞬でつかないと、もう膝って曲がってるように見えちゃう。悪いね、ずっと2 3チャチャチャ、これだともう遅い。2 3チャチャチャ、2 3 N4 N1。 今前足の説明しました。後ろ足も一緒で、同じく後ろ足も伸びてないといけない。で、曲がっていいのはロックだけって思っていてください。こう出す時ね、2 3 N5 N1 でチェックして、3 チャチャ1で次も女性をこうリードして、こうずっとこう膝を曲がってる状態があると思うんですね。膝を曲がってます。最初に膝を伸ばした状態でロックしてから、そっからこう曲がる、こういう、まあ、高低差がちゃんと見せれるっていうのが、まあ、発見したところですね。じゃあ続きいきまーす。で、曲がってる。はい。ここはね、アドリブなんですけど、ステップ決まってない。でも偶然2人で、なんかこう、あったなって。はい、はい。はい、とここまでかな。超首前に出てますね。もうこれぐらいお客さんにこうアピールしたいけど、気持ちは自分の後ろ側を意識するようなイメージ。自分を後ろから見ているような感覚で打点って踊らないと、どん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 こう前に突っ込んでしまう。1 2 3 4 N1。で、ここで、多分さっきの方が、うわもう最初から行きたくなっちゃう。だけど、我慢して、こう、N1。中間でキープして、そっから、後ろ足の運動でちょっと前に乗り出すとかっこいいかなっていう感じですね。で、この後、まあなんかアドリブでやった僕の、こういう、いつもは、
ここは床にこうやってついたまま、ここでなんかアドリブで特有の僕のアレンジがなんか来て、これが発動しましたね。そうで、これ今も気に入っててやってます。まあ、ちょっとできないで、客観的視点で見るっていうのをすごい意識してて、これは皆さんも置いといてください。自分動画見てるときとか、こうやってあ、ダメだダメだダメだと思ってダンス嫌いになってくるのは絶対にダメなことなので、全然好きっす、自分の踊りは。まあ結果優勝させていただいたり、今後のね、自分の反省点がたくさん見つかったし、ノリに乗ったときに自分がどうなるのかっていうのをすごい把握できた、いい試合でした。こんなとこにしましょうか。ありがとうございました。